こんにちは。今回は北海道浜頓別町の頓別川に来ました。頓別川は伊東やニジマスがいることで有名な川です。北海道は夏が始まっていても涼しくて癒すかったです。糸魚を釣り上げようと思います。餌は魚肉ソーセージを使っていきます。釣り針は袖型の3号です。糸魚が餌を追っかけてきています。糸魚が釣れました。ここは海水が混ざる汽水なので公海型の糸魚です。海に降りるのが公海型、降りないのが陸風型です。餌に対してとても貪欲に追いかけてきます。デジカメなので竿先が安定していないだけで、こんなに竿を動かす必要は全くありません。かかりませんでした。ここの糸魚は小さな群れで泳いでいて、それを探して釣るといった感じです。釣れました。糸魚は新潟県や秋田県で食べられていたそうです。河川改修等で生息数を減らし、食としての利用が遠のいたようです。今回の釣りはこれにて終了です。産卵を終えた時期らしく、死んだ糸魚が転がっていました。糸魚のような小魚がいるおかげで、伊東やニジマスが多くいるのかもしれませんね。チャンネル登録よろしくお願いします。